最初どうしよう、まあ、先生の、はい、じゃあ初めまして皆さんこんにちは6年生ももうちょっと別件に出しましょうか6年生もこんにちは気持ちいいっすねもう一回こんにちはこんにちは最高ですはい、今日はですね、も気象学ということで、僕が最初にモテキ工作と言います、略してですね知ってる人もいるかもしれません知りませんけどモテサクですモテキ工作、略してモテサクですで皆さん、今日何回かね、声を出してもらうので練習しますねモテサクって呼んでくださいいきますよモテサクでいきますねちょっと呼び捨てはしづらいと思うかもしれないけどもう呼び捨てで構いません先生いらないいいですかいきますよいけるモテサクいけるいいですかせーのモテサクまあまあだもう一回いこうせーのモテサク最高ですね最高ですもうこれだけで僕もう帰っても全然いいはい今日はね、僕がね、伝えたいことはですね気象学気象を楽しむ心を養おうぜっていう話なんですよねで、これなんでそんなことしなきゃいけないのかって話があってですねまあこれ知ってるか知らないかで お天気に振り回される生活かお天気なんか全然振り回されず楽しめる生活かこれどっちがいいですか振り回されないね、楽しい方がいいじゃないですかっていうのがですね、気象学なんですで、空にはですね皆さん知らないところでいろんな物語が展開されてるでそこにはいろんなキャラクターがいてで、そいつらの生い立ちと性格を知ってる人は振り回されないでみんな知らない人といきなりね、付き合うと何なの
なんだこの変なお兄さんみたいな感じになっちゃうけどね、あのよく知ってるお友達だったらそんな振り回されることないじゃないですかね、わかる。だからそのキャラクターをの性格をよく知っておけば、あとはそのストーリーとしてまあこう来たらこうなんでしょうね、こう来た後はこうなるでしょう、分かってる人は振り回されないっていう話ですね。それがまあ気象学っていうのがやってることなんです。でこれがまあ一つ前半で僕が言いたいことですね。で二つ目はですね、今日紙配ったんですけど、まあ何個か質問が書いてあるじゃないですか。で僕はね今日正しいとか間違ってるとかそういうことを言うつもり全くなくて、ね、あの自分の中にどういう疑問があるのかっていうのを見つけてほしいんです。わかりますか。それはだから合ってるか間違ってるかじゃないですね。自分がどう思ってるかって話で、それをあのお隣のお友達と自分はこう思ってます。あとね、もう一番最後ちょっと前半別の話をして一番最後にね、あのちょっと伝え合ってもらって、で、どういうふうに言ったら伝わるのかっていうのをちょっと考えながら話してみてほしいなと思います。で、まあ言いたいことはその2つなんですけど、まあ、3つ目最後はね、ぜひですね、このモテ作っていう変な兄さんにですねあったっていうことをね、あったんだっていうことを覚えててほしいんですよ。何を学んだかは、何を勉強したかは正直言ったら、まあ、忘れる人もいるかもしれないですけど、まあ、この変なやつがいたと、そいつにあったんだっていうことはね、覚えておいてほしいなということです。ではですね、まず最初にキャラクターを2人で紹介したいと思うんですよね。ちょっと皆さん、天気図って知ってますかね。天気図知ってる人、あ、結構バラバラですね。天気予報を見てるっていう人、あ、ほぼ全然ですよ。天気予報を見てると天気図っていうのがたまに出てくるんですけど、どういうものかっていうとですね日本の地図があるじゃないですか、まあ、すげえざっくり書きますけど、ね、そこになんかね、よくわかんないけど線がいろいろ書いてあるの見たことありません？ある。うん、でなんか赤い文字でなんか書いてあったり、手で書いてあったり、うん、だよね。で、これがどこが天気いいのってわかります？どこが天気悪いのってわかります？これはですね、世界共通の実は物語を、空のストーリーを語る紙芝居なわけですよ。で、これ読める人は振り回されない。でもだからここに出てくる登場人物がまあ何人かいるわけですけど、そいつを知ってれば振りませんっていう話なんですね。で、高気圧だと大体天気がいいんですよって話なんですけど、こいつが出てくるとちょいちょい雨降ってるっていう話で、まあこの味気ない感じのこう線がゴニョゴニョって書いてある感じだとあれじゃないですか。だからこのキャラクターで覚えていこうと、こういう感じで。で、僕らが住んでるところ、日本ってね、温帯って場所なんですけど、温帯の低気圧で、温帯低気圧って、まあ、そのままなんですけど、そういう名前なんですよ。で、僕はこいつをね、親しみを込めて温帝ちゃんって呼んでる。で、後でちょっとみんなに呼んでほしいんですよ、温帝ちゃんって。そしたらストーリーが始まります。で、もう一人いるんですけど、さっき6年生はですね、台風の授業ちょっとやったんですよ ね、やりましたね。で、いろいろデータ見たりなんかしたじゃん。で、あれデータの中、データをちゃんと読み取るっていうのがすごい大事なことなんですけど、そもそもはどういうやつがどういうふうにやってきて、どこからやってきて、どこに抜けていくの、そのストーリーがあるんです。で、自分の住んでる場所のどこに来てるかで話が変わってくるよねって話じゃん。で、どういうキャラクターの、どこから、どこで生まれて、どこからやってくるのという話なんですよ。で、これはどっちも天気悪くするんですけど、性格も生まれも育ちも違うわけですよ。っていう話をちょっと
小話的にちょっとやってみたい。で、いきますよ。最初の勢いでね、最初の勢いでお願いします。呼んでくれないと俺めっちゃ恥ずかしいことになる。じゃあね、最初に皆さんお願いします。音程ちゃんでお願いしますね。元気ないと音程ちゃんって呼んで授業が終わることになりますね。元気よくお願いしますね。で、いきますよ。せーので、いきますよ。せーの、音程ちゃん。ありがとうございます。はーい。私は音程ちゃんです。西からやってきて雨を降らせ、あるいは今日みたいに雪かもしれない。で、みんなは天気が悪くなるっていうのはちょっと嫌かもしれません。でも、まあ、日本がこんなに豊かな緑にね、恵まれてるっていうのは、まあ、私が降らせてる雨あるいは雪のおかげなんです。で、こいつが1週間に1度西からやってきてる。これがどこにいるのかっていうので、今自分たちがいる空のストーリーのどこにいるのかっていうのが分かるわけですよね。これが音程ちゃんのやってること。一方でもう一つこいつがいます。こいつは何、どういう時に出てくるか。今年すげえたくさん出てきてましたけど、覚えてます？台風な、台風の風やんって言うんですよ。ね、これあの NHK のキャラクターなんですけど、あ、そうなんだ、ね、出てきましたね。こいつが言ってたセリフちょっと言いましょうか。あいつはあのニュースで言うと別にセリフ言いませんけど、こう言ってんです。この辺からやってきた、いや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 い。俺様は台風の風や、俺様の強い風でみんなぶっ飛ばしちゃうぜ、言ってるわけですね。ニュースでは言いませんけど、まあこういうことなんです。皆さんね、こう電気図を見たらそのセリフを思い出せばいいわけです。なるほどなるほど、やつが来たぞ、こういうことしそうだな、ね、で、まあこっちはそんなに大したことないですよ。雨ちょっと天気悪くなったこっちはいろいろ大変なこと起こりますねって話です。で、ストーリーが全然違うじゃないですか。ね、なんだっけ、旅行行けなかったりとかしたわけですね。友達行けなかった。行ったの。まあ大変だよね。雨だ風だと大変なことになるわけです。で、こういうキャラクターがですね、住んでる場所によって全然違うし、で。教科書にはね、教科書にはこんなキャラクターでは書かれませんし、自分の住んでる場所によってどうだってことなかなか勉強する機会ないんですけど、本当は一番大事なのはね、自分は何を気にしてるかってことなんですね。いや、もし音程ちゃんが気になるんだったら、音程ちゃんのことをいっぱい調べればいいんです。で、調べる方法はいくらでもあるんです。皆さん家に帰ってインターネットを使って何かを調べたことあるでしょ。あ、素晴らしいですね。そう、調べようと思えば何でも調べられますよね。で、別に、もちろん教科書で調べてもいいんですけど、教科書だけじゃないわけです。調べようと思えば手段は何でもいいんです。だけど、調べようと思わなかったら調べれないんですよね。そもそも自分は何が不思議だと思ってるのかって話です。自分は何が疑問なんだろうかって話ですね。それをですね、これからその今配ってある紙にちょっとね、自分で思い出してほしいんですよ。で、最初に何書いてあります？一番最初の、ちょっとね、じゃあ4つぐらいありますけど、今から、そうですね、ちょうど3時ぐらいまでにしましょうか。あんまり考えないで、あんまり考えないで、思いついたことをどんどん書いてください。できるだけたくさん書いてください。で、好きなもの、なんでだろう、感じたことを思った通りに書いてください。
で誰かに、ね、丸つけられたりバツつけられたりするもんじゃないですから、好きなように書いてください。自分が分かればいい、自分が分かればいい、自由に書いてくださいね。 できるだけたくさん書いてください一番最後。誰かに見せるもんじゃないです。あ、ぜひ後ろに来られてる先生方もぜひ書いてみてください。で最後にね、書いてるものは見せませんけど、自分がどう思うっていうのを隣同士で教え合ってくださいね。教え合う時間を作ります。その時に自分が思い出せればいいです。どんどん書いてくださいね。先生もぜひよろしくお願いします。先生のお話も ぜひ聞きたいので、一番最後に今日ね、見学に来てくれてる大学生もいるんですよ。で、大学生になったら何を感じるかと、小学生の時に何を感じるか、多分全然違うんですよね。で、なんで違うのかも、多分面白いと思います。どんどん感じない。何でもいいんだ。何でもいいんだ。どうですか、もうちょっと時間欲しいっていう人います？まだもうちょっと時間欲しいですか？いいですね。この書きたいことは、途中の人もいるかもしれませんけど、これ埋めなきゃいけない話じゃないんで、ね、今かけた段階でいいです。かけてるだけの話でいいです。隣の人隣同士、この列の隣同士、4年生と6年生で隣になってますよね。4年生と6年生で隣になってますね。普段話してない人だと思います。こう思ったということを伝えてください。じゃあどうぞ。いいですよ。
じゃあ後ろの先生方もどうぞよやってみてください。
今年良かったり、去年はどうだったりしますよね。なんでって思えるかどうかですね。例えば、で別に僕はね、それはなんでですよって言おうと思えば言えますけど、僕が答えることにあんまり意味はない。本当に自分が不思議だと思うんだったら、調べる方法はいくらでもありますよねってことで、本当に自分が疑問だな、これは本当に気になるなっていうことは何ですかってことなんです。で、人に言おうとしてみたときに初めて気づくこともあると思うんですね。例えば、ね、いろんな理科の先生の授業とかでそれに気づくかもしれないけど、気づいたらどんな方法でもいいから調べてほしいんです。それをほっとかないです。で、誰かに伝えてほしいんです。誰か、誰でもいいです。お父さんでもお母さんでもいいし、友達でもいいです。誰かに伝えたときに初めて分かるんです。これ覚えておいてほしいんですけど、今書いて隣の人に言いましたね。で、隣の人に言ったときに結構ちゃんと言えるようになるんですよ。その手を挙げてみんなの前でも言うときに、一回話してるときの方が分かりやすいんです。で、人に言えば言うほど自分の勉強したことっていうのは自分が分かる、理解したってことになると思うんですね。で、それ最後のところを勉強したら必ず誰かに言う、これが一番自分の勉強になる方法なので、それをやってみてほしい。で、そうすると気象を楽しめるようになって、天気に振り回されない楽しい人生が送れるよっていう話が僕が言いたかったことです。じゃあですね、続きまして後半はですね、ね、後半ちょっと別の話、続いて、じゃあ前ですか、僕紹介しましょうか。あ、紹介してください。あの、僕の気象学者の仲間なんですけど、吉岡真由美さんです。はい、拍手をお願いします。はい、よろしくお願いします
後ろ見える？
見られる台風で、あんな渦巻きのやつみんな見てないんだよね。
本当は見てない自分の目で見てないけどでも渦巻きだってあるって知ってるじゃない。でもみんなが知ってる台風はちょっとだけなんだ。台風の姿のちょっとだけしか知らない。だからみんながこう書いてくれたみんながこんな絵もいっぱい書いてくれたじゃない、ね、風で大変だとか家が壊れるとかこういうのを見せた中にこんないっぱいあったでしょ。こういうの書いてくれて私はとっても嬉しい。みんながちゃんと自分で見たのを大切にして書いてくれたから。でじゃあどうしてそんなに渦巻きがあるっていうなんかこう宇宙から見る大きいなんか渦巻きの台風っていうのを知ってるんだろう。それはですねこれも私が書きましたよ。自分の言うところだけじゃなくて自分の言うところで例えばすごい風吹いてる台風の時風吹いてるよとかうちはなんか風ないけど雨がすごいよとかでもうちは全然晴れてるよみたいなこういう情報はあっちこっちで調べて連絡してみんなデータって言葉は知ってるよね。そういうのをデータにしてみんなで集めてそれをまとめるとああいう渦巻きの絵っていうのがまず地上で分かったきっと渦巻きになるかなと思ってて、でそれでじゃあ本当に見てみたいと思って宇宙に行ったら見えるだろうっていうことで人工衛星上げて写真撮ったら本当に渦巻きがありました。すごい大きい渦巻きでした。それが分かったのがすごい最近でお父さんとかお母さんが生まれた頃だった。それまでは渦巻きやろうって思ってたけどみんな分かんなかった。初めて分かった。だからみんなが知りたいと思ってて一生懸命調べる協力して調べるとああいう渦巻きだって行動が分かる。そういうのを調べるってことにつながるんです。で今日も授業でやったみたいに学校の上で博士たちがそういうのを一生懸命集めて大切にしていっぱい調べてもっと発展させると台風の本当の姿大きい姿とかも見られるようになる。こういうさっきのね見たみたいな。でこういうので見てみたいっていう人が集まれば宇宙にロケットを上げて人工衛星を上げてそこから見れるっていうこういう綺麗な絵も見られるようになるし、あとはね宇宙ステーションから最近ほら宇宙ステーションに行って途中旅行に行ってこれ見てよかったよっていうね宇宙飛行士の人の話とか知ってるよね。これ見る見るよね。こういうの自分で見たいなと思ったらいけるかもしれないと思う。はい、ということで、はい、でもあっちこっちの様子を詳しく集めると本当に大きな姿が大きな姿が分かるだけじゃなくてもっと詳しく分かってすごいいっぱい面白くなる。詳しく分かってもっとどんどん知りたくなるじゃない。例えば今の上から見た渦巻きの中上から見たら渦巻きだけど下はどうなってるのかなとかみんなが知ってるのは風が強いだけじゃん。風が強いとこと弱いとことあったりする、うん、本当に見てみないと分からないということでこんな絵も見たことある人はいこういう絵見たことある人台風の断面図っていうはいありますね。ある人すごいね。これね気象庁でそれこそお家帰ってインターネットで調べてみてね台風の断面図ってあのこっちが上から見ると渦巻きなんだけど見ないのはこの辺ねこの辺にみんながいるんだけど上から見たら渦巻きその中はこういう風になってます。で真ん中だと目っていうところがあってなんかその下に雲がいっぱいあるらしい。こういうのが分かってたんです。でこういうのがあってこれ分かったからすごいこのなんか台風ってこういう作りしてるんだ。上から見ただけだと渦巻きが下だと風が強いだけだけどなんか雲がすごい高いところまであるんだぞっていうのも分かったけどでももっと知りたくなったんです。これはね結構ねおじいちゃんとかおばあちゃんの生まれた頃に分かったと思う。ところがもっと知りたかったんで私たちいっぱい調べました。そしてみんなが生まれた頃に分かったのがこれです。はい、さっきのと比べてみましょう。ここの真ん中の目って言われるところがさっきのまっすぐだったのがちょっとだけこう傾いてるよね。ちょっとだけ傾いてるっていうのが分かったのはみんなが生まれた頃です。たった10年前にみんなが生まれた頃にもっともっと知りたいっていうのでみんなが調べたら大人の人がもっと調べたらやっとこのちょっとだけ、まあ、斜めになってるっていうのが分かりました。こうやってなんか知りたいなと思っていっぱい調べてデータを集めて一生懸命調べるともっともっと違うことが分かってきます。でじゃあこの斜めになってるのどうしてかなっていうのを今みんなで考えています。でもっとこれを調べようと思ってあっちにいるお姉さんとか今日来てくれたお姉さんが一生懸命大学で調べたりしてます。はい、こうやってもっともっと新しいことを分かって楽しいことを勉強しているのが私と小手京お兄さんです。はい、ということで終わりにしましょう。はい、以上、はい、お疲れ様です。じゃあですね、これで6限目
ちょっと長くなっちゃいましたけどね、終わりますけど、一番最後にですね、言いたいのは、まあね、いろんなことをしてくれたじゃないですか。で、自分の中で一番、と思った。ちょっと、おーって思った。を、誰かに伝えてくださいね。必ず誰かに伝えてくださいね。それだけ、お願いして、今日の授業を終わりたいと思います。じゃあ、これで終わりたいと思います。はい。今書いてもらった絵は、なんかもうちょっと描きたいって人もいると思うから、もしよかったら、自分でこれだと思うのができたら、先生に名前を書いて渡してください。感想も書いてもいい。そしたら、私のところに届けてくれる先生にお願いします。で、もしこれを持ち帰って、お母さんとか、お家の人に見せたいと思ったら、持って帰ってもいいです。出したい人だけ出してください。はい。もし、絵見せてくれたら嬉しいので、よかったら、感想を送りずに、先生のところに送ってください。あと、完璧に書きたいとしたら、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。マジでいいかな。